頼むかっちゃん、何急に頼むよ、ちょっといきなり、3、2、1がうまく言えねえんだもん、はい始まりました、アーノルド・東村松ツネッガーと金賞・隅子のラジカフェ、はい始まりました始まっっちゃたね、これねね始ままりした初めてね、このラジカフェ知るという方も方々いらっしゃると思うんですけれどもね、録音ですよ、今11時半ですよ、夜の。半ななっったたねね 初めて見る初めて聞く方多いよねいっぱいいると思うよいっぱいいると思うねはいまあねんでこうじゃこんなやるんですかっていう話なんだけど何をだよ初めての人にちょっと説明しないと何もわからないなと思ってなんで中澤宏がアーノルドなんとかなんだみたいなねまあ中澤博之自体知らないかもしれないそですよねそうでしただからまあ今言った通りそのねアーノルド東村山ツネッカーというのは中澤博之 そうのことです、はい、で金視町すみ子というのは私森律子のことですねさようでございますねはい、はい、でまあなんでこんな名前になってんだと、うん、バリバリ日本人のくせになんでアーノルドとかついちゃってるのっていうことなんですよねそうだねなんでね金視町すみ子なんて演歌歌手みたいな名前なんですかってことなんですよ <laughs> そうなんでね俺どこがアーノルドなんだみたいな <laughs> そうそうそう,そうねまあねなんでかっつ話なんですけれども、うん、2>, まあ2月中旬ぐらいですね はい、にですね、えー、初代にありますレッドドラゴンっていうお店があるんですよ。うん、すごくカレーの美味しいお店が。うまいよな、ね、そこね。あそこ本当に美味しいんですけどね。うん、まあそのそこで私たち、うん、まあ,あの中澤ひろゆきが率いる、うん。 ゴーールルデンボールクラッシュという劇団があるんですけれども、はい、その劇団でこの「ラジカフェ」というタイトルの公演をやったわけですやったねー <laughs> なんで急にそこでやったねーやったね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 盛り上がったしなかなかねこう、まあ、こういう感じで本当ねラジオみたいにこうなんかねその場で話したりとかもいっぱいしてて、ね、設定がですねその時やった設定が、うん、え飲食店はい で経営してる人たちが FM ラジオを番組をやってるっていうね公開生放送をやってるっていうね今すいませんメンバーの千葉さんがいるんですけれども奥でビールを開けた音がですね響き渡っちゃってそういうの乾杯じゃないですよ「モナ・リザ」みたいな顔しちゃってそういう公演をやったんですよねみんなだからビールとか飲みながら本当に僕らのね 公開生放送を聞いててくれたっ見てくれた見てくれたということでそれで評判も良かったりとかラジオっていう設定でやったりとかっていうのもあってちょっとインターネットでやってみようじゃないかと。俺は脚本演出やってるからさアンケートとか読むとやっぱアーノルド東村山ツネッカーっていう役名にしたんだったら「筋肉ネタをやれ」っていうね。 声全くなかった、ね、まあちょっと響きでねちょっとやってるんですけれども本当響きとリズムで <laughs> でも見てくれた人はなんとなくね「うん、アーノード東村山ツネッガー」ってつけた意味が分かってくれたと思う絶対ねそんなことないと思うのね <laughs> 空気だからうんてかもう本当全く関係なかったじゃんそうそうそう,そう何にも関係ないっていうね まあ関係ないんだけれども <laughs> インターネットでやるっていうね試みはやっぱり好きでしょこのラジカフェ好き好き楽しいよ楽しいでしょ楽しょ楽いですあの このね、こうなんかちょっとすごい緩い感じですいませんって感じですけど、<laughs> こうなんかねいろいろ話したりとかするのはやっぱ面白いですね。えーえー、<laughs> これ実はね顔芸やってる。<laughs> 顔ゲーやってる今。<laughs> いやありがたいねそういう風うに言ってくれるのは。まあメンバーもすごいねあの気に入ってくれてるし、ね、まあ見に来たお客様もすごい、うんえー、本当に最後笑顔でね。本当に書いていただけて。そうそうそうすごい嬉しいですよね。でそういうラジカフェ。そういうラジカフェはい。 なんとラジカフェ2が決定しましたお、イイ決まりましたよ2が決まったよ、ええ、みんな皆様、まあ、ホームページ今開いてるということでニュースページを見てくれるとその詳細が載ってるんですあ、そうか開いてるんだよね開いて今ね皆さんあのニコニコ動画開かないでくださいね <laughs> ゴールデンボールクラッシュのホームページを見て、はい、ニュースページを見るそうそうそう さー乗ってますね。ラジカフェズの詳細がドーンと出てますね。えっと今回はですね、えちょっと初代のレッドドラゴンから場所を変えまして、所沢埼玉県の所沢市の東口徒歩5分にありますアコスティックライブアドリブという会場であります。おー。ここはですね、とにかく広いんです。あそう。広い。 そして今回はいつもはワンプレートワンドリンク方式でやってたんですが今回はブッフェスタイルです何ブッフェブッフェブッフェビュッフェでしょでもあれほんと字に書くとブッフェなんだよブッフェいや確かにそうかもブッフェかもね